これすっごい気になってたと思うんですよ。なんだろうこの絵はと。歌って誰が歌ってもいいし、絵だって誰が楽しんでもいいだけで生きてると思います。体幹を鍛えれば大間さんと仲良くなれます。はい、こんにちは、人脈解放宣言女性バージョンのゲスト渚さんの後半戦始まります。お願いします。イエーイ、パチパチパチはい、ちょっとね場所を変えました。見えますか、後ろにいるのカプちゃんって言います。ぜひ気になる方は見に来てください可愛いですよね、うん、可愛いですちょっとさっきお休憩中に話がね盛り上がってしまって、うん、ちょっと伝えたいことがあるのでちょっと話を一つ入れますね、うんうん、渚さんがね乗馬ができるっていうことで乗馬の話ですごい盛り上がったんですけど、うんうんうん、乗馬の、テクニックとか良さとかっていうのをちょっとお聞きしたいので聞いていきます、うんうん、そう、さっき話してたんですけど体幹で動かす、体幹と関節、なんかこう馬始める方で趣味を聞くんですよ。その、はい、何やってますかとかスポーツとか、へー、ダンスとかバレエとかやってる方は割と乗れたり、あ、その体幹が体幹がしっかりしてて、それで、関節がこうよく動く、あと、バランス、動くものに乗った時にバランス維持できるとか、そういうものですごく動いて、パラリンピックって見たことあり、見ましたじゃ、見ないですね、あんまり。ちゃんと見てないんです、すいません。そうだ、馬術があんまりメジャーじゃないのか、あんまりテレビ中継がそんなにしてなくって、それで私もちょっとだけ見たんですけど、手とか足がなくても馬が動く、蹴ってないのに動くってすごい不思議だなって思うかもしれないんですけど、設置してる部分というか馬に触ってる部分の股関節とか、やっぱその馬の体の各部位と自分の体の各部位が連動して動いてさえいれば馬は動くんですね、へえ、なんかすごい不思議だと思うんです。乗っかってこう、え、なんだろう、わかんない、難しいですね、だからそれをこう訓練してるというか、日々こう馬の技術はもちろんですけど、その前にこう自分の体がどういうふうに動いてどういう状態であるのかっていうのを常にこう乗ってても乗ってなくても探してる感じっていうか追求してる感じですね。それで馬がどんどんよく動いたりとか、その技術が上がるというか、人馬一体っていう言葉があるとしたら、その馬の動きもそうですけど、自分の体を知って自分が思うように自分の体が動かせるっていうのが一つその条件に入るんじゃないかなっていうのを、ここではすごい教わってますね。渚さんも実際に乗ってるじゃないですか、そういう感じが。それは日々訓練して、やっぱ股関節とか体が動かないときはやっぱ動きにくく、動けないよって言うし、それが多分分かってるから、多分そのパラリンピックで動かせるっていうのが分かりますもんね。なんかそういうのってあんまりそんな言わないじゃないですか、あえてテレビとかで。その、どういうふうに動くとか言わないじゃないですか。そうそう、なんかなので、なんか新鮮ですよね、そういう話って。なかなか体験した方と、やっぱり実際一緒にここで過ごしてて、やっぱ体感だよねって、こうみんなが馬あるあるになってるところって、なかなか伝わらないので、ここでね皆さんに知ってもらうのが、お馬さんをうまく乗るには、自分の体を知るというか、体を知るということです。そうですね、と柔らかさ、体の柔らかさ、体感です。体幹を鍛えれば大間さんと仲良くなれますということですね。すごい、そうですね、なんかね、この大間さんの話になると、でも止まらなくなっちゃうので、本当にもっと聞きたい方はぜひ望月馬事公園、ね、で渚さんにぜひ会いに来てください、はい。で、じゃあちょっと渚さんもう一つやってるって後半戦で言ってたんですけど、もう一つやってることっていうのをちょっと聞いていきたいと思います。で、多分ね、ずっとね、皆さんこれすっごい気になってたと思うんですよ。なんだろうこの絵はと。多分前半戦はお寿司だったの覚えてますか？お寿司です。で、今回ハンバーガー書いてあるんですけど、これってチョークアート。そうですね、チョークアートっていうものですね。これ渚さんが実際書いてるものになるんですけど、これってどうやって書く？
チョークってオイルパステルっていうなんかクレヨンみたいなもんなんですけど、うん、はい、それでこう、まあ、私が使ってるの30色ぐらいのもんなんですけど、それを組み合わせてグラデーションを作っていって、まあ、指でなじませるとふんわりするのでっていう感じで、割と指で表現、これ指なんですか？指で、まあ、こう描いた後にそのなじま、まあ、指でなじませるっていうんですけど、はい、このチョークアートって、うん、今その大間さんのここで働いてて、うん、趣味でやってる感じですか？じゃなくてもあ、じゃないですもんね、注文をいただいて書いたりとか、うん、あとその教室で、はい、あ、教室も、うん、やられて下書きしたものを出してこう、うん、書いていただいたりしてます。うん、これチョークアート、そもそもこれやるきっかけになったのって、きっかけは、うん、馬の仕事で腰とかやっぱり結構しんどくて、うん、あのヘルニアやったりとかして、あ、そうなんですか、あ、これは何十年もできないかもってちょっと思っちゃって、うん、それで何か保険じゃないですけど、何かしら自分で少しでも収入につながるようなものがあれば、ちょっと安心とか、こう寝てる時とかも動けない時もちょっと大丈夫かななんて思ってで始めた感じですね。うん、なんでこのそのチョークアートに出会ったのってどのあたりできっかけあったんですか？ネットだと思うんですよね。うん、なんかネットかテレビかなんか見てたらこれがパッて出てきて、はい、私ってお金になるなんて思わないので、うん、はい、これはその絵として売るっていうよりはその看板なんですよね。メニューね、ユカのカフェとかおしゃれなカフェにこう飾ってありますもんね。そういう感じでその目的があって、でそのための反則ツールというか、あ、こういうものだったら必要としてくれる人がいるかもしれないと思って、それでこれになった感じですね。うん、あとそのさっき言ったみたいに初めての方でもびっくりするぐらい作品ができちゃうっていう、はい、うん、できますか？これ絶対私できないと思います。なんかね、教室ちょっと気になりますけどね。でもなかなかその本当ね、多分さっきも前半で話してた大間さんが好きになった理由も、あの映画を見てっていうの、ね、うね、やっぱ多分ピーンってくるんですね、渚さんの中では。でなんかもう一個欲しいなと思った時にたまたま見た、まあ、あのテレビとかでね、 これやりたいってなって、でもそれが全部お仕事につながるって私すごいなって思って、なかなかそれそのままトントンとうまくいくことってないですし、私は運だけで生きてると思います。本当にあの、うん、ここでも声かけていただいたのも運だし、これも、うん、もう本当に書かせていただく状況にあるのも運だし、もうなんかそれは、うん、運だなっていつも、渚さんの運と力ですよね。ちゃんとそれを、うん、でも多分渚さん思ってる以上にすごい、うん、ね、求められたらそこまで頑張るって言ってたけど、多分もうそれ以上やってるし、もっとすごい楽しんでるはずなので、だから多分相手も求めてくれるのかなって感じがすごいずっとしてて、だから多分チョークアートを向いてたから、お教室ってやっぱり先生ありきじゃないですか、正直。あのいっぱいお絵描き教室ってあるけど、やっぱその先生が好きで、なんか技法とか、まあ、やり方とか言い方とかって多分好みがあるので、生徒さんついてくるのって好きな先生じゃないですか、絶対お金を払っても多分来ないと思うんですよ。だからそれって私、渚さんの魅力だなとは思います。なんかだからもう全然なんか目描いてほしいなとか思っちゃいますよね。あの前回ね、あの人脈解放宣言 の川内が MC をやってるルカレさんっていう長野にあるあのフレンチレストランのお店さんのも書かれてますよね、看板ワインとか、はい、お肉とかの可愛いのも書いてるんですね。うん、そうなのでそれを見てすごいなって思って、うん、あのね、渚さんにお話を聞きたいなっていうのもあったんですよ。うん、これもそのきっかけなんです。そうなんです、うん、この絵が繋いでくれました。あ、そっか、そうですね。そうなんです、はい。これこの絵は何年ぐらいやられてるんですか？7年ぐらい。あ、でもそれすごい続いてますよね。続いてますかね。はい、うんうん、じゃあもう本当に出会って、うん、じゃあやってみようって思って、うん、これって お勉強されてしました、はい、でなんか資格とかも取る資格ですか？みたいのがあって、八王子まで何年間か この休みの時に通って、資格お免状というかいただいて、はい、うん、それでじゃあやろうかなって、うん、というか自然に流れで。じゃあもう自分でそのじゃあ資格取りました、教室やるって言った時も自分で宣伝とかってどうしたんですか？宣伝とかはやっぱ苦手なので、はい、まあ、馬事公演もそうですし、はいはい、これ書いていいよとか書いてってこう身近な人から言ってもらえて、はい、それでちょっとずつ広がってったって感じなんですね。広がってた感じで、
すごい結構じゃあいろんなジャンルの、まあ、こうバジ公演さんだったら、まあ、馬さんだったりとか。そうですね、馬も、うん、馬の絵なんて描いたことなかったんですけど描いてみたら、まあ、でもかっこよかったですよね。ね、見ました見ました、インスタグラムね、やってますもんね。結構動物、ね、渚さんのインスタグラムに素敵な動物とか書いてあるんで、うん、ぜひ見ていただきたいんですけど、うん、それで下書きとかしないでも下書きはしますね。あ、下書きしてその下書きを見せてこんな感じですけど、うん、みたいな打ち合わせはしつつですけど。いやすごい、うん、じゃあ主には看板とかで、なんかさっき、ね、これ紙芝居のじゃないですか、はい、そう、うん、読み書きみたいなやってるんですか。紙芝居もこれレンタルしてて、はい、読み聞かせ結構いろんなところでやってる方いるので、これそのままお貸しして、はい、その施設なり学校なりで読んでもらったりはしてます。あ、そのための絵を描いて用意するみたいな、はいはい、あ、すごい、あ、うん、そこまでもうなんか全部ですね、うん、めちゃめちゃ見てもらってますね。え、すごい。でもやっぱ絵描くのって見てもらってじゃないですか。そうそうです、だからなんかそれが分かる化してて嬉しいですね、うんうん、その自分がまあそんなに芸術というものが分かんないっていうのもあるんですけど、やっぱ歌って誰が歌ってもいいし、うん、絵だって誰が楽しんでもいいと思って、はい、だからこう本当にこういう一生懸命描いた手書きの絵がもう本当に美術館とかに飾るのもいいですけど、うんうん、本当にもう何でもないところにそういう絵がたくさんあるのがいいなとか、うん、その絵が苦手だからって描かない人に、いや大丈夫ですよってこう子供の頃は描いてたでしょっていう、あ、そういう場が作れるといいなっていう感じですね、うん、なんか広げたいところですよね、うん、多分なぎささん的に今後、うん、プロじゃなきゃやっちゃいけないみたいなのがちょっと敷居が高いのは、うん、自分もこう苦手というかもっと身近にあっていいんじゃないかなとは思います、うん、なんか もっと広げてほしいですね。でなんかもう今じゃ長野だけって感じですか、この長野の県内で渚さんの絵を見れるみたいな、この紙芝居は近くですけど、うん、まあ、あのペットの絵を描いてくださいっていうのはなんか携帯とかで人気ありそうですね今すごいですもんね、うん、そうすると、うん、あの県内県外関係なくペット写真を見て描いてそれで配送みたいな、はい、そんな感じでやってますね、いろいろ、すごい、そうか、うん、なんかもう絵だから絵とかねずっと言っちゃうんですよね、すごい、うん、そんな感じですかね。なんかいいですね、2つこう柱があるってちょっと羨ましいです、うん、なんか、うん、一本柱ではない分、まあ、良くも悪くもいや多くて問題はないですよねですよね、うん、なんかもういいですね、理想の生き方をしてる気がしますいやー、まあ、ねえ、なんかできないことがいっぱいあって、うん、できることを探したら、うん、っていうかできることをやってたらこれになったっていう感じの、うん、なんだろう、消去法的な言い方はあれですけど、自分で意思を持ってっていう感じではで、ね、うん、でも選んでますよ、全然選べてますよ、すごいです。もう多分これってなったらピンってくるのが、うん、なんかすごいなと思います、うん、なんか良かったです、いろいろお話聞けて、もう嬉しい本当にもうちょっとね、またこれ以上話しちゃうと止まらなくなっちゃうので、詳しい話聞きた方はまたぜひこのバジ公園来てくださいはい、お待ちしてます。お待ちしてます。じゃあもうそろそろお時間なんで、最後までね見ていただいて本当にありがとうございます。これからも女性人脈解放宣言続いていきますので、いろんな働き方とか皆さんに伝えていけたらなって思いますので、ぜひ応援してください。で、この動画いいねって思わなくてもいいねしてください。もういいから、うん、ぜひ見てください本当に。で、チャンネル登録もぜひしてください。これからねどんな人が出てくるかって本当に楽しみにしていただきたいので、盛り上げていきますので、ぜひよろしくお願いします。渚さん今日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあまたじゃあ次回楽しみにしててください。バイバーイ。大間さんありがとう。あ、いるいる。いるいる。バイバーイ。